ね、見て。ちょっと止めて、手を。止めてって。何鉄板タンメン昼間の。見て。やめなさいよ、もう。やばくない？ちょっと俺大丈夫この格好。まあ、家だからいいじゃん。ただの田舎のクソガキみたいな格好してない。俺大丈夫。家だから大丈夫。まあ、もうすぐご飯が炊ける。いや、もうちょっとお腹空いたんですよ、僕。いや、結構いい感じのご飯じゃない？今日の晩ご飯。そうですね。ごめん。もうちょっとさ、あっち。あ、これ、ね、はい。もうちょっと。え、もうこっち？あ、そう。落ちるよね。落ちねえや。なんかさ、俺、コメントで、翔ちゃん、キャラ変えましたみたいなこと言われる。あ、そうなの？でもさ、俺もともと、わかんない、どうなの？違うよ、もともと変わってなくて、こう、ほんとはこうなんだけど、なんか前、やってんな、作ってましたでしょ、キャラを。違う。あ、こっちじゃなくて、違う。しかもなんか、タバコとかさ、よくない。タバコとか別にさ、じゃあ吸わないけどさ。うん、じゃあ、もともとってことなの？そう。もともとの性格じゃん。そういうの出してなかったじゃん。まあちょっとこれふざけねえもんね。はい、ご飯できました。じゃあ、そって。はい。ありがとう。はい、ありがとう。おぉ、いいね。熱っ。大丈夫。大丈夫よ。あー、お腹すいた。今日は何？夜ご飯です。そうね、夜ご飯で。何や、ちょっと待って。見て。頭が。うん。見て。はい、どうぞ。ナス味噌。はい。うん。いいっすね。ね、美味しそう。うん。あと、鶏とネギのやつ。はい、おーい。サーモンのお刺身。ふいふい。蒸し鶏の なんか、辛そうなやつ。いいっすね。あと、お味噌汁は、見えるかわかんないけど、なめこ汁。うわー、うまっそう。どんぐらいご飯？あ、普通。普通。うん、普通ってなんだよって思うけどね。うん。こんぐらい？ああ、もうちょい欲しいな。ね、最初から大盛り頼めよって思うけど。うん。なんか違うじゃん。確かに。ああ、美味しそう。美味しそう！うまそう！さ。では、いただきます。いただきます。あいす。うまそう。なんかさ、最初味噌汁じゃない？やっぱり。そうだね。味噌汁。なんなんだろうね。最初味噌汁だよね。あれ何なんだろうね。まあ、人によると思うけど。あ、うま。美味しいね。うん。あー、上手。俺上手だわ。うま。いる？うん。かける？うん。ありがとう。うん。ほんとに？うん。ありがとう。あー、はい。はい。へのへー。あー、もちまるちゃんが。かわいい。お股を広げて、寝てる。リラックスしてる証拠よね。うん。食べますね。うん。いただきます。でもほんと嬉しい。ん？なんかさ、もちまるがさ、リラックスしてさ、お腹見せてさ、うん、寝てくれてると思うとさ、うんうんうん、あー、よかったなと思うよね。確かに。うん。どう？うん。美味しい？うん。なんかもうこれ何倍でもいけると思った僕は。うん、そうだな。うますぎ。いいじゃん、白炊きご飯だからさ。うん。こんな気にしなくてもいいでしょ。おかわりしても。いや、最強だね。さすがだね。いや、料理うまいわ。すごい。炊きたてだとね、全然気にならない。ああ。白炊きご飯ね。白炊きご飯。うん。冷えると？冷えるとね、ちょっとね、冷凍するとさ、多分ね、うん、繊維が固まるんよ。うん。白炊きっていうのがわかるのよ。うん、ね。出来たてがおすすめ。白炊きご飯は。言いたいことはわかる。うん。ほんま。てかさ、はい、前回の動画でさ、うん、まあ俺が、気管支炎になりましたっていう話をしたでしょ？うん。それ以来さ、別々に寝てんのよ。ちょっと、ね、ちょっと、わかったかっていうので。俺がさ、話をし始めたらさ、そういうことすんのよ。
もうあれには別々に寝てんのよさ。治ったのに。うん。うん、どういうことと思って。寝てくれないの一緒に。ああ、その話ね。そうよ。その話よ。うんうん。なんだよ。一緒に寝たいのよ。そうね。とりあえず、うん、今のところ、一緒に寝たい派。そう。別々派。うん。っていう話で、行こうかなって。思うんだけども。なんで急に仕切り始めるの？ちょっと整理しようと思って。整理しようと思ってね。違うの。俺はね、今日ね、動画を撮るってなって、はい、これだけはみんなに訴えたいなと思って。うん、タイミングがあるじゃん。別々に寝始めたタイミング。うん、でそのタイミングがさ、もう、完結したのにさ、終了したのにさ、未だになんか一緒に寝れてないっていうのに、もうさ、ちょっと言いたいなと思って。ああ、なるほどね。そう。訴えたいなと思ってたの。うんうん、じゃあ、うん、今から、はい、ベッドに一緒に寝るか寝ないか問題について解決しようと思います。いや。じゃあ、まず、うん、なんていうの？弁護人？誰が弁護で誰があるの？それぞれじゃん。まず、弁護人、うん、良一さん、うん、一緒に寝るか寝ないか問題について、うんうんうん、一緒に寝ようっていう意見の一緒に寝ようっていう意見のね。あれを述べてください。どうぞ。だってさ、まあそもそも一緒に寝てたし、うん、一番はさ、やっぱ寂しいよ。夜中にさ、パッて目が覚めた時にさ、隣に誰もいないっていう感じ？一気になんか一人になった感じがする時があるのよ。まあ近くには寝てるけどね。うん。うん、隣の部屋では寝てるけど、なんか違うじゃん、やっぱり。それをちょっと、うん、伝えたい。弱いよ。それだけよ。それだけ？それだけ？あ、あとあるわ。うん、言って、ちょっと、もうちょっと、うん、あの、腑に落ちるぐらい言ってくれないとさ。あとね。ちょっと違いがないわ。翔ちゃん、結構、うん、あの、夜中にうなされることがあるの。もうやめろよ、そこで言うの。で、こない、ちょっと聞いてほしいんだけどさ、この間もさ、なんか夜中にうなされてたのよね、隣の部屋で。なんか声聞こえるなと思って目覚めて夜中に。ほう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 。うーと、あーみたいな、なんかすっごいなんか、うなされてんのよ、翔ちゃんが。あ、翔太大丈夫みたいな。まあ、ちょいちょいあるから。で、隣に寝てたら、もうすぐさ、あ、翔太大丈夫みたいな。隣にいるからね、安心しなさいみたいな感じでさ、できるのにさ、離れてるから、翔太って声かけてもさ、全然なんか、まあ、うーん、あーっていうのがさ、止まらないしさ、えみたいな。まあ、隣に行きましたよ、私、夜中に起きて。うん。あなたの隣に。え、トントントン起こして、はい、よしよし、よしよし。俺、隣にいるからねってしばらくやってたじゃん。はいはい、やっぱそういうのもあるから、うん、近くの方がいいのかなと思って、はい、すぐにさ、言えるじゃん。だからそういうのもあるから、うん、やっぱ一緒に寝た方がいいんじゃないですか？うん。っていう。終わり。終わりですか？まあ、とりあえずね。とりあえず。それに対して、うん、別々派の翔太の意見。うん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 。はい。うん。まずですね。はい。まあ、別々と言っても、うんうんうん。部屋は、まあ、別ではあるんですけども、うん。襖外して。まあ、そうね。もう同じ空間です。うん、うん。言うても。そうね。どうだろう。この、遠さで言うと、まあ、1メートル？もっとある。もっとある。2メートル。としましょう。2メートル。3メートルぐらいね。そんな、そんな、広い家じゃないんですけど。いやいや、そんな、いいの。まあ、2メートルぐらいでしょ。うんうん。寂しい。うん。とかは、ないです、正直。なんだよ。なんで？だって、こんなに一緒にいて、しかも、部屋が、同じぐらい、どこを寂しく思うのよ、俺が。寝てるとき？うん。いや、うん。誰もいないんだよ。とはならないよね。とはなんなくって。なんないのなんないだろ、これ。で、まあ、や悪い夢の話なんですけど、うん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 、それで結構、俺、まあ、小さい時から見てる夢というか、うん、怖がってはいるんだけど、その夜で終わる怖さ。なので、別に、それがトラウマとか一切なってなくって、たまたまそういうのが、まあ、たまにある。うんうん、ので、まあ、それはちょっと、何、ちょこっとした、なんか、うん、病気でもないけど、そういうのはあるから、そこまで心配しなくてもいいかなって思ってて。うそうなので、あとは、別々に寝ることによって、うん、俺普段、めちゃくちゃ寝返りする人のは多分人以上に。そうなのかな、うん、そうなんだね。多分。うん。
で、それで、寝返りあんまりしなくて。うん。なんか、あ、お互いの体に負担かけなくなった。あー、なるほどね。隣にいるから、ね、ちょっと寝返りを打とうにも、ちょっとしづらいとかがあったってこと？あった。一緒に寝てた時は、うん、体がちょっと出てたりとかしてたから、ちょっと窮屈というか、てかもう、窮屈なのよ。だって、大人の男二人、170以上の二人がセミダブルで寝るっていうのは窮屈なのよ。まあね。うん、それがもうダブルとかさ、もう、4人ぐらいの、めっちゃでかいやつだったらともかくね。クイーンとかキングとかね。そう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 。だったらあれだけど、うん、それがなくなった。だからもう疲れが飛んだのね。ね、ああ、もうなんか、ああ、疲れ残ってんなーとかはない。そんな疲れてたの？そんな疲れてないんだけど。うん。うん、そんな疲れてないんだけど、うん、まあそんな感じで、俺の意見は。なるほどね。だから、お互いの健康面とか考えた上で、うん、別々の方がいいんじゃないかな。の方がいいんじゃないかなっていう意見があります。それについてもしあるならば。そうね。ある？まあ、狭いっていうのは、わからんでもないけど、うん、なんかさ、背中くっつけて寝たいなとかさ、うん、手つないで寝たいなとかあるじゃん。あ、私嫌いだよね、ほんとに。ちょっと、今ちょっと、あの、ね、ちょっと、来たね。顔に出ちゃったと。よくね。いやー、でも、あれは、ね。なんかさ、まあまあまあ、手つなぐじゃん。つな、うん、ぐでしょ、みんな。繋ぐよね。寝てるときに。繋がない。繋がないの、うん、まあ実際もう寝てしまったらさ、まあ外してるかもしれないけど。どのくらいのカップルの期間の人のことを言ってんのそれ。いないでしょ。あ、そうなの？一生手繋いでる人なんか。いるでしょ。いや、まあ一生じゃない。いるかもしれない。たまに、まあ、たまにとかさ、そうしたいなってときにそう。で、待って。な、いや、ないよね。なかったよね、そんなこと。で、繋いで寝たことないよね。違うよ、翔ちゃんにさ、手繋ごうとしてさ、このドラえもんの手にしてさ、絶対な。そうそう。俺がこうやって、こう。俺がさ、じゃあ、ちょっとこれでやってみて。あ、ま、手、ね、手繋ごうとするの。手繋ごうとするじゃん。するだろ。こうなるからさ。俺は一個一個、こうやって、ああでして、そして繋ごうとすると、キュッてするのよ。こうやってさ、キュッてしたさ、また、繋ぐのをさ、うん、拒否してくるから。ちょっと、これ、ちょっと、わーってなる。あー、なんていうのこれ、カップルさ。貝殻つなぎとか。貝殻つなぎ貝殻じゃん。貝殻じゃん。もう、まあ、そうだけど。うん、とか、カップルつなぎとか言うと思うけど、うん、俺ちょっと苦手。あ、そうなの？うん。で、あとは、なんかあるの？一緒に寝たい理由？ある。一緒に寝たい理由も、うん、あとなんだろうな、うん。まあ、それだけかな。でもなんか、ちょっと嫌なのよ。これがきっかけで別々に寝るようになりましたみたいなのが嫌だなと思って。普段、一緒に寝たところで、うん、何をするわけでもないんだよね、正直。うん。うん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 。っていうのが大事だけど。まあ、でか、うん、何をすることはないんだけど、じゃあ何をするとき、わかる？伝わってるかな？これ。何もしない。いやらしい意味じゃなくて。いやらしい意味だよ。あの、何をしないときは何もしないときよ。何をするときよ。何をするときは一緒に寝ればいいんじゃない？ああ。で、いいと思う。うん。かな。って思うけどね。まあ、ほんと。うん。めんどくさいじゃん。ん？なんか、いざさ、そういう。うん。あったなと思って。そういうならあるなと思って。何だって、そもそも、お風呂入らないから、基本。あ、ごめんなさい。はい、間違えた。お風呂朝派なのね。あ、そうっす。お風呂朝派だから、うん、そもそも夜始まらない。夜、あの、そういう風な、あれにはならない前提なのよ、そもそも。だから別にそんな心配しなくていいです。でも、あれよ、最近は暑いからさ、夜入る時もあるじゃん。ああ、そうだね。やっぱりさ、それなりに汗もかくから、うんうん、もう自分なりに、いや、今日はやっぱ入った方がさすがにいいなって時はあるよ。うんうん、自分も気持ち悪いしね、うん。そういう時は入りますよ。そういう時はでしょ。うんうん。他は？基本よ、基本。ああ。だから、まあそういう経緯もあって別に夜何か始まることはないんだよね。うん。だってそのために一緒に寝てるわけじゃないじゃん。そうだよ、そのために一緒に寝てるわけじゃないよ。うん。だから、待って。なんかすんげえ本気の喧嘩になりそうになって、中夢は。うん。いや、そのために寝てるわけじゃないから、別にいいのよ。別々でってこと？まあ、うん、
に寝たくなれば一緒に寝ればいいんじゃない？まあ、これに関してはさ、コメントでみんなの意見聞こう。ああ、そうだね。うん。で、それで、うん、やめてよ、その、一緒に寝たくないからって別に仲悪くないっていうのも、それはもう良くないからね。それはないんだよ。それは良くないと思う。だって別にそんな。でも、そうね、夫婦とかでもさ、もう別々の寝室で寝てますっていう人もたくさんいるしね。あくまで同じ場所で寝てはいるからね。俺は一緒に寝たい。翔ちゃんは別々で。もういいかなって。布団でいいかなっていうね。まあ、ただ、それだけの話だけどね。ちょっとコメントで教えてください。お願いします。うん。それで言ったらさ、一緒にお風呂に入る問題もあるじゃん。でも逆に言えばさ、翔ちゃんさ、お風呂は一緒に入りたがるよね。え、そんなことないよ。え、嘘じゃん。いや、そんなことないよ。嘘じゃん。今はさ、ちょっと暑いからもうシャワーしか入らないけどさ、冬場とかさ、なんか、お風呂入る、溜める、溜めないとかでさ、なんかすんげえなんか一緒に入りたがるじゃん。お風呂溜めたら一緒に入りたい。あ、お風呂溜めたらね。うん。だから入りたいでしょ。お風呂溜めるならね。あ、シャワーだけなら別にいい。あ、シャワーだけならね。あんな狭いところです。うん。あ、待ってる。狭いところでさ、とか言ったらさ、ベッドも一緒か。シャワーだけでさ、うん。例えば一緒に入るとするじゃん。うん。そうなるとさ、うん、うん。どっちか待つよね。うん、そうね。浴びれない時間あるよね、どっちか。うん、うん。俺ね、もうちょっと思ったわ。何？一緒にさ、湯船に入ってさ、何がいいかってさ、うん、その時にさ、いろんな話するじゃん。はい。湯船に使って、それがいいんじゃない？なんかシャワーだけだったらさ、それぞれもうやっぱ、髪洗います、体洗います、うん、で、うんうん、それしかないじゃん。その間になんか、ゆっくり会話をするなんて時間ないじゃん。そう。でも湯船に一緒に、え？だって今喋るって。違う。違う。何こそ。あ、まあ、ここで喋れないことあんの？あんの？ここでは喋れないことあるってこと？違う、それはない。No。なんか世間まで今日どうだったとかさ、忙しかったとかさ。うん。ゆっくり喋る時間あるじゃん、湯船の中で。はい。それだったら一緒にいてさ、苦な空間じゃないじゃん。あ、違うな。人によっても別にそれってご飯食べてる時できるでしょ。まあまあ。そうね。うん。いや、だから、布団に入って寝る前にね、たわいもない話ができたら一緒に寝る意味もあるのかなって思ったんだけど、うん、違いました。布団一緒に入るじゃん。うん。ちょっと話しかけないで。いや、わかる。やるんだよ。携帯とか見てさ、ちょっと、いいから。わかる。いいから。ちょっと話しかけないで。てか言うから、結局、良くなくね？結局良くないのよ。そうだわ。一緒に寝てた時、そうでも、もうちょっと話しかけない。今からちょっと、ゲームに集中したい。そう。話しかけないで。携帯でゲームしたりさ、そうだよ。漫画読んだりさ。そうだよ。のけ者扱いしたんだから。まあ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 、それはそれいいとして、まあまあいろんな意見をね、まあね、聞ければいいかな。そうね、そうね。みんなの意見を聞きたい。一緒に寝たいか、寝たくないか、よろしく、ね、別かいいかに。参考にしよう。うん、みんなの意見を。うん、え、待って、とりあえずはまたしばらく別々なの。だからこの答えが出たらでいいやんけ。ああ。うん。それに慣れちゃってさ、もう別々がいいみたいになっちゃう。悪いことじゃないからね、別に。なるの？うん。だからって仲悪いわけないじゃん。うんうんうん。うん、一緒に寝たいときは横に行って、だってやっていいんでしょ。じゃあ最後に？うん、最後にどうした？僕らから。あ、うん。まあ、お知らせ、うん、があります。はい。うん、うん、ツイッターを、休止して、うん、この後ぐらい、に、うん、ちょっと削除しようと思ってます。そうね、少量のアカウントをね。うん、そうなんですよ、うん。え、何があったのよ。何もないのよ。何もなくはないのよ。何もないのよ。いじめられたのとか、そういうのはないんだけど。そうそうそう。ダメだ。もう本当にこういう時ふざけちゃうの本当によくないんだ。うん、何もない。ないくはないんだけど、うん、なんかその、ツイッターでやっぱり、うん、まあみんな絶対一回はあると思うんだけど、うん、なんか発信してて、うん、まあネガティブなこととかを見ちゃうことって多分あると思うのね。そうね。なんかあるとき、あ、これ見たくなかった。言われるとかじゃなくてね。言われるとかじゃなくて見る。そうそうそう。わかるわかる。あ、これちょっとあれだったなーみたいな、うん。教えたくなかったみたいな。うん。まあ、ね、あると思うのね、うん。で、それって別に、知らなくてもよかったなーみたいなってことがあったりするでしょ、うんうんうん、あるある。
で、まあ、そういうのもあったりするんですよね。うん。活動してたりすると。うん、で、まあ、YouTube とか、あとは、まあ、その、テレビで出てる方とかっていうのは、うん、自分でその、宣伝をしていかなきゃいけないと思うんですよ。うんうんうん、自分がこれに出ました、あれに出ましたっていうのを、そうね。しなきゃいけないとは思うんだけど、うん、まあ、なんか、まあ、Twitter 以外にも宣伝するものってたくさんあると思うし、うん、逆に僕らが Twitter のところからいなくなったとしても、うん、ぜひ、なんか僕らのことをいろいろ言ってほしいし、うんうん、っていう感じなんですよね。なので、うん、何あ、本当に良くない。ああ、もう本当にやだ、もう。本当に俺、やばい。ふざけて、もうやばいね。本当ごめんね。ごめんなさいね。すいません、ね。ちょっと。なので、ちょっと、うん。やばいね。超ちょっと待って。何というわけで、うん、まあ、まあ、また、やりたいな、みたいな、時は、やり始めるかもしれないし、うんうん、ってことで、ツイッターは一回、消そうかなって、思ってます。で、まあ、もちろん YouTube はあるし、うん、インスタもあるし、ね、インスタもあるし、うん、まあ、繋がれることは、何でもできるなと思って、別にツイッターに限らずね、とは思ってるんですよね。うんうんうん、まあ、その、いろいろ、ね、別になんか、ダメなとこばっかじゃないと思うんですよ、ツイッターでも。そうよ。いいことを、いい具合に、なんか吸収できたらいいな。だから情報過多になるのよね。うんうんうん、ちょっとツイッターを見てるとね。うんうん、じゃあ一旦ね、うんうんうん、ツイッターからはちょっと離れて。そうだね。うん、それ以外の、まあ、SNS はまだ全然続けるから。もちろんですよ、うん、そんな。なので、うん。まあ、引き続きお願いしますって感じですね。そう。そうね。うん。はい。お願いしまーす。ゆる。これ、僕らに送っていただいたファンレターでございます。その中に、何人か電話番号を書いてあるので、ちょっとそこに電話しようかな。緊張する緊張するよね、これね。留守電ならないかな。留守電なら。はい、もしもし。あ、もしもし。はい。お電話番号で間違いないでしょうか。はい、そうです。まだファンですか。わっしょい、わっしょい。やべえ、やばくない？